さて、天明7年に15歳で11代将軍になった徳川家斉でしたが、就任当初は老中の松平定信に政治の実権を奪われており、定信が官制の改革の失敗によって失脚した後も松平信明らの官制の移動が政治を行ったために、なんと長い間この人出る幕なかったんですよね。せっかく将軍になったというのに長い間政治の実権を持てなかった家斉でしたが、将軍にとってもう一つ大事な責務があります。それは子孫を残す。でそのための時間は十分にあったことから、家斉は死去するまでに50人以上の子を設けました。やがて文化14年1817年に松平信明が死去した頃から、自分の思い通りの政治を行えるようになった家斉は、水野忠明を老中にして質の落とした貨幣を大量に流通させ、大奥の経費などを増大させました。貨幣の質を落としたことで物価は上昇しましたが、同時に経済の活発化をもたらし、全体の金回りが良くなったことで好景気となり、後に化政文化と呼ばれた華やかな文化が生まれることになりました。そう、化政文化を生んだのは将軍家斉の政治だったんです。天保8年、家斉は将軍の地位をこの徳川家吉に譲りましたが、その後も大御所として政治の実権を握り続けました。家斉が活躍した時代は別名を大御所時代、あるいは大御所政治とも呼ばれています。さて、大御所政治時代の頃までには農村にも貨幣経済が浸透し、豪農や地主が力をつける一方で、没落した農民が耕作を放棄、あるいは廃離村することによって荒廃地が多く生じました。また江戸近辺の関東の農村はもともと狩猟が複雑に入り組んでおり、無宿人や幕府がはびこって治安が悪化していました。でこのため家斉は文化2年1805年に関東取締室役もしくは出役を新設して、江戸周辺の警察機能を強化しました。さらに文政10年1821年には幕府の直轄地や、使用あるいは自社領を問わず数十箇所の村々を組み合わせた寄せ場組合を形成させ、農村の秩序を維持するとともに地域の治安や風俗への対策を行いました。このように治安維持を図ったりですね。なお関東取締役室役は関東の8つの国すなわち8州をくまなく巡察した頃から別名を8州回りと言われているんですね。でその活躍ぶりが現代においても時代小説の題材としてよく取り上げられています。で天下との荒廃地の増大は結局年貢収入の減少にもつながりますよね。そこで幕府のみならず諸藩にとってもこれが深刻な財政危機をもたらしたわけです。でこのため18世紀末から19世紀初頭にかけ、藩主自らが陣頭指揮を取っての藩政改革が広く行われました。改革の多くは農村の復興を主な目的として新田を開発しての年貢収入の増加を図ったり、地方の特産物の生産を奨励して藩の専売制としたりしました。また各地で藩校を創設して新たな人材を積極的に育成しました。改革に成功した各藩士は名君として評判を集めることになりました。例えば肥後の細川、重忠、あるいは秋田の佐竹義政、あるいは米沢の上杉晴則、別名鷹山ですね。彼らの名を挙げることができます。特にこの上杉晴則は破綻寸前であった米沢藩の財政を立て直したことでその名が広く知られている。藩主の座を後継者に譲った際の伝国の辞や、その際に送ったとされるなせばなる、なさねばならぬ、なさぬ何事もならぬは人のなさぬなりけという言葉が非常に有名です。でこれはどういう意味なのかというと、何事もやればできるし、やらなければ何も始まらない、何もできないのは自分がやらないからであるという意味です。必死になってやればできないことは何もないということですね。大いに勇気づけられる言葉でもあります。さ
さて1780年代に我が国を大いに悩ませた天明の大飢饉でしたが、その後は比較的天候に恵まれ、不作らしい不作は長い間起きませんでした。しかし将軍家成の晩年期である天保4年1833年頃からは凶作が続き、大規模な飢饉が再び我が国を襲いました。これを天保の大飢饉と言います。同じように被害したな状況ですよね。飢饉によって農村や都市部では貧窮者があふれかえ、また追い詰められた農民や、庶民らが激しい一揆や商家に対する打ち壊しを続発させました。このような全国的な大飢饉に対して幕府や諸藩は一体何をしたのでしょうか。田沼意次は米を均等に回すように努力してましたよね。ところこの頃には各幕府や各藩は適切な休眠対策を行うことはなく、逆に商家と結託して米を買い占めることで暴利を貪る行為がありらしいました。天下の台所と呼ばれ、全国からさまざまな物資が集まるはずの大阪においても容赦ない買い占め行為によって米不足となり、このように多くの人々が飢えで苦しみました。そんな様子を見かねた大阪町奉行所の与力は、与力をかつて勤めていた一人の男が何度も窮状を奉行所へ訴えましたが、幕府への点数稼ぎのため積極的に江戸へ米を回していた役人どもが彼の検索に耳を傾けるはずがなかったです。ではその与力とは一体誰か。その男の名前を大塩平八郎と言います。陽明学を学んだ大塩は与力を引退後、私塾の先進堂で門弟に教育を行っていました。しかし休眠への救済をいつまでも行わない役人や豪商たちに激しい怒りを覚え、ついに武装蜂起することを決意しました。欧州の決断の背景には陽明学における地方統一の精神、すなわち知っていて行わないのは知らないことと同じであるとして実践を重視する姿勢もあったからだと考えられています。こんなところにも陽明学があるんですよね。欧州は反乱に向けて綿密に計画を練りましたが、決起直前になって内通者が出し、計画が奉行所にバレてしまいました。大塩は準備不足のまま反乱を強行しましたが、奉行所によって半日で鎮圧され、大塩も一度は逃走したものの約40日後に自害しました。天保8年1837年に起きたこの事件は大塩の乱、あるいは大塩平八の乱と呼ばれていますが、なんといっても幕府の元役人です。この幕府の元役人が幕政を批判して反乱を起こしたという事実が幕府のみならず各方面に大きな衝撃を与えることになりました。大塩乱の後、全国各地で大塩の門弟などと名乗って幕府への反乱が相次いで起きました。代表的なものとして同じ天保8年に越後の柏崎で国学者の生田万が大官所を襲撃した生田万の乱があります。また大塩の考えに共鳴した農民による一揆も多数など、不穏な情勢がこの地も続くことになり、こうした事態を重く見た幕府による後期粛清のための改革をもたらしました。しかし困窮する市民の庶民のためではなく、幕府の体面を保つことを何より目的とした改革だったんですよ。こんな改革が成功するはずもなく、遠からず反対する運命にあることはむしろ当然と言いました。ちなみに大塩が乱を起こした時の大阪町奉行は跡部義介という人でしたが、実は彼は将軍の老中の実弟でした。その老中こそが天保の改革を行う